JR 東日本は東京都などからの要請で実施していた首都圏の通勤時間帯の減便を急きょ取りやめてあすは通常のダイヤに戻すと発表しましたゴールデンウィークの合間の平日に人の流れを減らすことが目的でしたが今朝の山手線の利用者はゴールデンウィーク前と変わっていませんでした逆に便を減らしたことで一本あたりの混雑が激しくなってしまったということです